ープで一緒にやることって少なくなってきているので、とてもいい経験をさせてもらっています。さまざまな年代の方と共に交流できる場として今後も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。こっちから探して参加するよね。いやー参加してよかったよ。楽しかったそうです。ありがとうございます。すごい雑草取るのが上手なんだよね、みさちゃんね。すごい上手なんだよね。すぐに上手になってくれて、ね、ありがとう。やってくれるんだよね。ありがとうね。ありがとうね。楽しかった。ありがとう。ゲームばっかりしてたんだけど、生島に参加することで外に出るきっかけができたって。あ、いいことだ。最近なんか彼女ができたっぽくて全然ママにはお返事をくれないのかと近くに住んでて、通るたびに張り紙とか見て気になってて、やっと今年の8月から参加をぼつぼつするようになりました。うちの子5歳なんですけど、今日来てないんですけど、休みの日の朝はやっぱりゲームとかテレビとかになっちゃうんで、そう外に出すきっかけにさせてもらって、私もいい運動になってるので、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。娘といつも参加させてもらってます。2年半ぐらい続けてるんですけれども、ここに参加、娘が芝刈り機を自分で押せるようになりまして、2年半ぐらい前は重くて押せなかったんで、娘の成長を感じることもできてます。これからも息長く続けたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。私は から種をまいてっていう、遊んでた時は
もうこんな無駄なことしてもしょうがないのにねぐらいちょっと悪口言ったこともあるんですけど、だからこんなにこう緑になってこう皆さんの努力を感じて、あ僕も何かしなきゃなと思って手伝いに来て、すごく、まあ、すごい楽しく来させていただきます。これからもよろしくお願いします。ゆうきの妻です。よろしくお願いします。どっちかっていうと使わせている身でして、いつも皆さん終わった頃に子どもたちと来て気持ちよく遊ばせていただいてまして、遠くから来た友達も一緒にここに来ることとかあるんですけど、いつもみんなこんないい公園あるんだねって褒めてくれて、まあ、やってるのは皆さんなんですけどでしょって言いながら本当に気持ちよくいつも参加したり、ちょっとこうやってピクニックっていうかちょっと座って休憩したりとかさせてもらって、本当に感謝してます。ありがとうございます。イクシバは草の種類とかも知れたり、年齢関係なくしっかりしてたね、皆さんの人と触れ合うことができて、できる環境なので、これからも続けたいなと思います。すごい、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 井上です。いつもありがとうございます。7月末に多摩市に引っ越してしまいまして、ちょっとご近所さんではなくなってしまったんですけれども、まあ、できる限りちょっと通える範囲で通わせていただこうと思ってます。で、多摩市とか田舎の方なんで公園充実してるのかなと思ってすごい楽しみしてたんですけど、ここまでの広さと芝生ももちろんですし、遊具がある公園とか全くなくてですね、全然ないんですよ。びっくりするぐらい、それぐらいやっぱりこの環境当たり前じゃないんだなっていうのはやっぱり行ってみてすごい気づきました。はい、で、この子が最初に歩いた公園も外で歩いたの場所ももちろんこの公園ですし、この子ももちろんこの公園で歩いて、名前にも名場所で付けさせていただいて、すごいここに座ってきたので、今後またコーチを使わせていただきながら育って。利用したのもあってなかなか来れないんですけど、娘とお父さんもよろしくお願いします。すいません、長尾ちゃんです。あとからいつもこの景色を見て、こっからのまずまず、いい人に行きたいと。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、ちょっとバンバン行っちゃって。おばあちゃんですけど、仲良くしてね。ありがとうございます。来年も元気で活動に参加したいと思います。はい、ありがとうございます。一年中、後からこの公園の緑の芝生が見えて、本当に心が癒されます。来年も頑張りたいと思います。ありがとうございます。柴田です。これからも皆さんと一緒に草取りをさせていただきます。よろしくお願いします。いろんな活動参加してますけど、この回は私より年上の方もいるし、よちよち歩きの方もいるし、貴重な会だと思いますので、来年もまた頑張りたいと思います。